So I've been thinking about strength, man. Strength, might, the power to fight. Is it money, authority, a cool job, a ton of likes? Okay, okay, let's keep it simple. I want to be strong. Can you believe it? We got self-driving cars. The time's coming, we'll be taking rockets to Mars. And yet you still got folks out there using their fists and bodies to seek strength. Yeah, I hear you, man. We're all a bunch of fools. But, you know, if you want to know about strength, you just got to get to it. We fighting fools are all getting to it on the streets. クラーセキュリティサービスへ。担当教官のルークだ。基礎トレーニングコースだな。じゃ、まずは身体測定だ。手足の長さ、体ボディースタイルはな、どちらでも運動能力に差はないぜ。そうそう、名前よし。顔写真も撮らせてもらおうかな。そうそう、ID の写真っていい顔で撮るの。いい顔に撮れてるじゃないか。さて、これにて基礎トレーニングコースの受付は済んだ。改めて担当教官のルークだ。よろしくな。なわけで、早速始めるか。まずは、基礎の基礎からだ。あ、簡単なところはいいから、戦ってみたい？オッケー、これにて基礎はおしまい。地味でつまらなかった？だろうな。基礎ってのはそういうもんだ。簡単で退屈だけど、求める強さが高ければ高いほど足元がしっかりしてないとたどり着けない。わかるだろう教官。そういうのじゃなくて、俺たちが教えてほしいのは、お前な、いきなり飛びかかってくるやつがあるかよ。
でも教官、俺が教わりたいのはこういう実践的なやつなんだよ。お前もそうじゃないのかなあ。ああそうだ、こいつはボッシュ、同じコースの練習生だ。二人とも俺の教え子で同期ってやったな。仲良くやってくれよ。教官、俺たち強くなりたくてここへ来たんだ。二人が強さを求めていったら、その果てでどちらが強いのか決着をつけないといけなくなるかもしれない。そうなるかもしれないなら仲良くなんてしない方がいいんじゃないか。ああそうだな、ボッシュ。それは難しい問題だ。強さとは何か、そいつを突き詰めようとするといずれそういう問題にぶち当たることもある。けどな、その悩みはまだ早い。今は二人とも俺の可愛い教え子だからな。この先生の教えを聞いて一緒にトレーニングに励めばいい。そういうことさ。次のトレーニングに進むか。実践的なのがいいんだよな。実践ってのもいろいろだが、この町で始めるなら。ストリートからだ。
おう。さて。
よう。うん。そうそう。あ。よっ。待て待て。よし。の俺にビビらず立ち向かえたってのは自分たちだけで町に出てきて歩き回って戦った、そのことが自信になっているからだ。そうだろ。自信ってやつは自分にできることを一歩ずつ積み重ねることでしか身につかない。強さを求めるってのはそうやって歩き続ける旅だ。その一歩が踏み出せたってだけでまずは上出来。二人とも俺の立派な弟子だよ。このまま一緒に強くなる道を目指すのもいいんじゃないか。一緒に。ああ。最初はジムやこの町で今みたいにトレーニングして、それから二人で旅してみるのもいい。あちこちで強いやつと会って話して。楽しいぜ。ダメなんだ。俺は今すぐにでも強くならないといけないんだ。お前とは違う。楽しんだりしてちゃダメなんだよ。おい、ボシュ。教官、俺はここまででいい。俺にはやることがあるんだ。
教官の言う通り、ちょっと自信がついた。ありがとう。あの相打ちの借り、いつか返したかったけど。なんだかな。とにかく。そうだ。よし。私はチュンリー。いたぞ！こいつがどうだ？何のために戦うのか。俺にはやらなくちゃいけないことが。Here we go now. Street Fighter 6.